おはようございます、こんにちは、次郎です。2021年5月27日、次郎の気になったニュースです。岸防衛省と自衛隊が存在感、国難コロナ禍に身をもって対処。岸信夫防衛省と自衛隊がコロナ禍で存在感を発揮している。自衛隊は横浜での大型クルーズ船の集団感染対応や東京と大阪での新型コロナワクチンの大規模接種センターを運営するなど、危険を顧みず身をもって国難に対処している。岸氏も大規模接種センターで架空予約を繰り返すなど、悪質行為を断固許さない構えだ。不正な手段によって真に接種を希望する人の機会を奪いかねず、絶対に許されない。岸氏は25日の参院外交防衛委員会でこう語り、架空予約などに対して法的措置も辞さないとの意向を表明した。大規模接種センターの予約システムについては、朝日新聞出版が運営するアイラドットと毎日新聞などが架空の接種券番号で予約できるか検証して報道した。不備が残るのは、完璧なシステム構築より国民の命を守るための接種開始を急いだ判断とされる。岸氏は18日の記者会見で、一連の報道について悪質な行為、厳重に抗議すると語った。先の外交防衛委員会では、立憲民主党議員が、取材には公益性がある、抗議は報道の自由への配慮を欠くのではないかと質問したが、岸氏は模倣犯を増やすことにもなる、不正は不正だ、私はそういうことが嫌いだと反論した。こうした中、自衛隊による新たなコロナ対応が明らかになった。岸氏は25日の記者会見で、厚労省による名モデルナ製ワクチンの安全性調査に協力するため、自衛隊員約1万人への接種を24日から始めたことを明らかにした。また東京五輪パラリンピックの医療従事者として、自衛隊の医官と看護官の派遣を検討している。憲法への自衛隊明記は不可欠ではないか。ネットの意見。ヨーロッパを一匹の妖怪が徘徊している。共産主義という妖怪が、は共産党宣言の有名な冒頭。21世紀のアジアでは昭和の妖怪の DNA で共産党独裁ジェノサイド帝国を破滅させてほしい。ところで、自衛隊は憲法違反だと言ってる共産党、立民党支持者の方は当然ワクチン接種反対なさってるんでしょうね。えっ、一番先に打ってる？不正は不正だ、岸さんが正しい。日本国民の命に関わることにもかかわらず、不正を正当化するような言い訳じみた擁護なんてありえない。立憲共産党は、日本人最後の最後に接種します、安住。朝日、毎日の記者に対しては、防衛省で禁。両社の社員とその家族は、自衛隊設営会場でのワクチン接種を控えてもらい、別会場に行ってもらう。クレームは、旦那が勤める朝日や毎日へどうぞ、ってなことにならないかな。国難が長く続いて、新中国北朝鮮韓国派の野党とその応援勢力の報道機関には出番がなく、焦っているんでしょう。衆院解散をぶち上げたり、大規模接種を妨害したり、迷惑行為しか行動を取れないのでしょう。日本人の命と財産をクソとしか考えていないのだと判断できます。自衛隊による大規模接種予約に空きが出始めてるそうだ。理由は場所が遠いかららしいが、ある高齢者のコメントで、会場近くの地下鉄駅階段が長くて歩きづらいそうだ。ということは、過去に利用したことがあるということだよな。近くの医者に打ってもらうから、それまで待つとのこと。いい心がけだが、でも、少しわがままが過ぎやせんかな。あれは嫌だこれは嫌だと、自分たちが、どうして、最初に、ワクチン打つのか理由を理解してくれよ。まあ東京都民にそれを求める方が無理かもな。自衛隊ワクチン接種作戦を妨害した。朝日毎日の卑怯な取材に即座に抗議するなど、
だんだんと兄貴に似てきたね。頼もしい限り。次郎の意見です。岸さん、頼もしくなってきましたね。実刑の安倍前総理同様、期待の星です。特に立憲民主党議員が取材には公益性がある、抗議は報道の自由への配慮を欠くのではないかと質問したが、岸氏が模倣犯を増やすことにもなる、不正は不正だ、私はそういうことが嫌いだと反論したのくだり大好きです。今回の予約システムは完全なものを提示するより機能するものを早く提供することに主眼があったはず。早く完全なものなどできはしない。それを自制心もなく架空予約をした新聞社は罪に問われて叱るべきかと思います。それにしても急に振られた防衛省、底力を見せてくださって、実行力を示してくださって、その努力にただただ感謝です。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければチャンネル登録してやってください。